はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第309回でございます。今回はですね、コンビニの店員さんにありがとう言う理由というテーマで喋っていきます。世間はですね、休校措置が取られてから本当にバタバタで、知り合いの先生もね、本当大変そう。なんか、多分自分がこう想像する以上にね、もちろん大変なんだと思うんですが、保護者の皆さんも、学生のみんなも含めてね、もうバタバタですね。なんかいろいろ変わっていきそうだなって感じもするんですが、この前動画で喋ったように、できることはやっていこうと思います。生放送もね、ちょこちょこやれたらなと思っておりますので、よかったらね、お付き合いください。で、今回はですね、コンビニの店員さんにありがとう言う理由というテーマにしているんですが、理由を喋るというよりも、この前ですね、自分はもう癖で、昔からそのコンビニだけじゃないんですけど、お店の店員さんにこう商品もらったりとか、お釣りもらった時にありがとうございますって言っちゃうんですよね。もう癖なんです、これに関しては。で、それを見た知人がですね、不思議がってまして、一回なんでみたいな。確かになんでだろうって思ったわけですよ。自分の中では若い時からも当たり前、親がそういう教育だったんだと思うんだよね。親がそうだったのかな、わかんないけど、そうだから当たり前で来てしまったので、改めてこうそれについて考えることがなかったので、ちょっと考えてみようかなと思って、その考えた結果をね、今回このダラダラジオで喋れたらなと思うんですが、その前にみんなどうですか、言います、店員さんに。これね、めっちゃいろんな人に聞いたわけではないんだけど、言うよっていう人もいれば、言いませんねっていう人もいらっしゃると思います。どちらもね、自分の周りにもいらっしゃるんですけど、でただね、これさ、ここだけ切り取るとなんかいい人みたいな感じがちょっと出るじゃないですか。ちゃんとありがとうが言える人間みたいな、それをね、売ろうとしてるのがちょっとないこともないですけどとか言って、ですけど、先に自分のことを落としておくとですね、俺全員が全員に言ってないんですよ。店員さんに言わないこともあるんですね。で、これはバイトの方とか、バイトだけじゃないね、パートの方とか社員の方とかにしてもね、それ関係なしに、その店員としてどうなのっていう方っていますよね。いや、皆さん人生で一度は出会ったことありません？そういう方、ちょっとお前おかしくないかみたいな。で、そういう方の時は言いません。はい、あそこがですね、私のね、こう器の小ささを露呈しているところではあるんですが、これからも言いません、これに関しては。変えません。器が小さいと言われようが、これに関しては私はあなたにありがとうは言いたくないと思う方には言わないので、嘘のありがとうを言いたくないんですよ、人生において。だから本当にありがとうございますと思ってるから言うのであって、ありがとうもごめんなさいも基本的には、心がこもったものでなければ言う意味がないと思っているのでっていう話。はい、それましたけどね、話戻しましょうか。でですね、さっきと、最初の方に話したように、親がその礼儀とかに割と厳しい家で、うちはうちは両親ともに結構若い時の、子供なんですね、自分が、両方とも24の時、みんなの方がね、今のご時世はね、若いお父さんお母さんいると思うんですけど、自分らの子だと結構若い方で、24の時の子なんですけど、自分はだから、それもあったのかなと分かんないけど、結構礼儀に関しては厳しくって、その分普段はすごく自由にさせてくれてたのね。習い事とかもしなさいとか勉強しなさいって言われたことは一回もないし、基本的に好きにやんなさい、あなたが自分で決めなさいっていう親だったのね。でも、挨拶とかその礼儀、そうっていうのはすごくきっちりしていて、それで育ったからっていうのもあると思います。それはすごく大きな要因としてあるし、それは感謝をしてる、今でも親に対してね、本当にありがたかったと思うからね。で、店員さんにね、自分がなんでありがとうを言うのかなって思った時に、ちょっと切り口を変えると、言ってしまえばさ、ありがとうっていう言葉を言う必要はないかもしれないよね。お客さんだしこっちはと言ってしまえばそれまでなんですけど、でもなんかさ、これ振り返ったというか、改めてこの問題について考えたからそう思っただけであるんだけども、その働いてらっしゃる方がいなければ経済は回らないじゃないですか。ちょっとなんか小難しいことを言うとさ、そういうことでしょ。で、そういったことも根底にあるのかなってちょっと思ったんだよ。で、それをそれが答えかなってつかみかけたんだけど、やっぱちげえなと思ったわけで、そんなさこと絶対考えてないんだよ俺。経済はあなたがいるから回っているんだよ、ありがとうございますなんて思ってないし、絶対ね。じゃあなんだろうなと思った時に、自分はですね、
基本的に自分もそうですし、自分の周りの人もできる限り笑っててほしいなってすごく思ってるのね、人生の中で。少なくともじゃないな、少しでも、多くの笑顔があるような人生を自分も送りたいし、周りにも送ってほしいなと思ってるのね。で、その店員さんもさ、自分もさ、コンビニでね、今までセブンイレブンとローソンで働いたことがあるんだけど、バイトでね、やっぱりその接客業やってる時っていろんなお客さんがいらっしゃるので、これはまあどっかで話したと思うんだけど、自分セブンイレブンの時は夜勤をやってたのね。夜の10時、9時か10時からバイト入って、朝の5時か朝の6時まで仕事をするっていう、でそれでその大学に行くみたいな生活をしてたんだけど、その時に一回ちょっと事件があって、まあちょっとなんていうのかな、ヤクザ関係というかそっち関係の方なのかなっていう、ちょっと見た目がね、で方が2人、男男性の方が来店されて、まあ、深夜なんで店員さんは自分だけなわけよ。で働いてて普通にレジ打ってたんよね。で買ったのがね、確かに、ね、ペットボトル4本ぐらいだったんだけど、でそれを、まあ、普通に自分の中ではなんだにこやかにね接客してたつもりだったんですけど、片方のね男性と外国の海外の方だったの、ハーフか分かんないけどね、でその日本の方のねなんかの尺に触ったんだよね。てめえ何笑ってんだって言われて、でえって思うじゃん、えいや別にみたいな、俺しどろもうテンパっちゃってしどろものだ、それも気に食わなかったんでね、その4本のペットボトルを1個の袋に入れてたわけ、紙袋じゃねえや、レジ袋に。それを持って、その4本のペットボトル500が入ってたから、まあ、2リットル分、2キロか2キロのやつでほっぺたブワーンって殴られたの、このままで一瞬意識失ってうってなるじゃん、もちろんぶっ倒れるし、で笑いながら帰ってたのね、その2人で。もちろんその後それは、朝になって店長に連絡ついて警察沙汰になって、まあ、捕まったことがちょっと分かんないんだけど、結局は、まあ、捕まってないと思うんだけど、あれに関してはそういうことがあって、でそれも多分あると思うの、きっと自分の中では。やっぱりさ、働いてる側もさ、なんだろう、気持ちよく働きたいじゃん、できれば。で自分も、客側、お客側でいた時にできる限りはなんだ気持ちよく働いてほしいし、気持ちよく働いていただいた方が自分にとってもプラスになると思うんだよ。だって気持ちよく、なんだろう、接客していただいた方が自分も気持ちよく帰れるし、あ、来てよかったなって、この時間あってよかったなって思うわけだし、人生のプラスじゃん、ウィンウィンじゃん。だからきっとそういった意味を込めてありがとうございますが言いたいんだなって思ったのね。でちょっと話を膨らませていくと、自分本当ありがとうとごめんなさいっていう言葉は絶対に言うように自分自身にも言ってるし、自分の子供にも言ってるの、それに関しては絶対に言えと。でさっきの冒頭の話じゃないんだけど、嘘で言う必要はない、ね、嘘で言う必要はないんだけども、思った時には言わなきゃダメ。そしてもう一個あるのが、どうしてもちっちゃい時とか、自分もそうだったけど、もごもご喋っちゃって聞こえないことってあるじゃん。おはようございますとかもそうなんだけど、挨拶とか、ありがとうとかごめんなさいっていうのは言うんだったら伝えろと。つまり聞こえなかったら意味がないぞって。自分がもごもご喋って何言ったんだろうってなったらもったいないじゃん。せっかく言った、自分が発した言葉が届いてない、それはもったいないから、そうはするなと。必ずはっきり伝えなさいっていうのをよく言うの、自分もそう思ってるんだけど。でまあそういうのもあって、まあ、コンビニの店員さんだけじゃないけどね、そういろんな人にそういう風に言ってるのかな。で自分はそういう風に言ってる人がやっぱ好きだからって、言わない人もが嫌いってわけじゃないんよ。これは考え方じゃなくて、ありがとうなんか言いたくねえよって、俺客だからっていうのは嫌い、俺は好きじゃない。お客様してる人は好きじゃないので、考え方として俺は嫌いですけど、ただその恥ずかしいっていうか、そういうのもあるじゃん。でそこに関しては強要はしないの、自分の中で。だってこれは必須じゃないもん、うん。でもありが、例えばおはようございますって言われたのに無視をするというか、それを返事をしないっていうのはちょっと恥ずかしいとかっていうところで収めちゃいけないところ、ちょっと違うよねと思うんだけど、まあ、このねコンビニの店員さんとかにありがとう言う言わないに関しては、それを言う言わないから、まあ、好き嫌いっていうわけではないんだけど、なんか言ってる人は見ると素敵だなとは思う。自分が働いてる時もそう思ったしね、うん。なので、まあ、今回この話をしたのは、行った方がいいよっていう話をしたかったんじゃなくって、どっちかというとみんながこれから発する言葉、何かを考えを伝える時とか、ありがとうとかごめんなさいとか挨拶も含めてそうなんだけど、相手に届かなかったら意味がないんだよね。そう、意味がない。で特に、みんなの場面、みんなで言うと将来の夢とか何かを、自分のことを伝えなきゃいけない時で、まだみんな学生が多いと思うんだけど、
自分のことを話すって難しくない？それをしかも堂々と話すって余計難しいと思うの。ちょっと想像してみて、自分の自己 PR、 私はこういう性格でこういうことをやってきてこうでした、まあ、受験の面接みたいな感じだよね。それを堂々と喋る、自分を売り込むためにって考えた時に、どうしても自分に自信がなかったりするとモゴモゴしちゃうんだよね。でやっぱりそのモゴモゴしちゃって伝えたものって伝わらないからもったいないんだよね。でもったいないどころかマイナスになるんだよ。この人ちゃんと喋れないんだなって評価になるからね。だから何かを伝えなきゃいけない場面っていうのはきっちり伝えてほしい。できっちり伝えるためにはやっぱり練習が必要なの。練習で、練習の仕方はいろいろあるんだけど、例えばスマホを持ってる方多いと思うので、スマホの録音機あるよね、レコーダーあるもんね、だいたいついてるからアプリで、そのレコーダーで自分が喋ったのを聞いてみる。それでそうすると速さとか声の抑揚とか音量とかいろんなものに気づきがあるから、ぜひね、なんかそういうのも気をつけながら生きててほしいなって思って、今回ねこのテーマで喋らせていただきました。はい、という感じでね、駆け足で喋ってきましたが、今回はコンビニの店員さんにありがとうを言う理由というテーマで喋らせていただきました。でですよ、昨日ですね、生放送をちょっとね、これから少しやろうと思って、接続環境を確かめるんでやらせてもらったんですけど、急遽その時にね言ったんですが、昼間とか午前中の生放送をちょっと増やそうと思います。この休校措置取られてる間なんですけど、で、まあ、大体10時スタートぐらいでできたらいいなと思ってるんですが、1時間ぐらいね一緒に勉強しようぜみたいな回をやろうと思ってて、ただ、3月がですね、もともとかなり予定が埋まっちゃってて、でこのダラダラジオを今3月1日に投稿してますけど、明日からちょっと出張なんですよね。コラボ撮影で泊まりで行ってしまうのでなかなかできないんですが、まあできる時には前日にはいようかなと。だって先言っとくと、3月3日、あさって火曜日か、火曜日の朝、それが、明日から泊まるんでホテルにいるんですよ、その日で。ホテルの Wi-Fi が強かったら、生放送に耐えれる Wi-Fi だったらやります、きっとホテルの部屋から。まあ9時スタートになると思うんだけど、なのでそこはごめん、直前になると分からない、ホテルに入らないと分からないんで何とも言えないんだけど、もしできそうだったらね、3日の午前中にまず一緒に勉強しよう、やろうと思いますので、1週間に1回か2回しかできないとは思うんだけど、みんながね、その休校措置でバタバタなっちゃってるのちょっとでもね、いい、なんかその期間、なんかダラダラしちゃうとか不安だけでうわーってなっちゃう期間じゃなくって、少し頑張れたなって、なんかいろいろ大変だったけどっていう期間にできたらなと思っておりますので、よかったらね、3日お付き合いいただけたらと思います。はい、ということで駆け足でしたが以上です。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらお付き合いください。では今週はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。